そうしましたら記者の皆様から質問を受けさせていただければと思いますので、ご質問、音が少し、かしこまりました。優先、じゃあ八木優先でいきます。お願いします。ああ大丈夫そうですか。はじめまして、ファンタスティックスボーカルの八木優生です。今回はファースト写真集コンタクトを発売することができてすごく幸せです。はい、はい、そうですね、もう本当に昨日日付が変わった時から、まあ、昨日が写真集のイベントで大阪だったんですけど、本当に落ち着くのが本当日付変わるぐらいだったんで、なんかもうソータ、同じボーカルの相方のソータからは一緒に帰ってたので、その時におめでとうございますって言ってもらえて、もうその瞬間からまたそのグループでのメッセージで、メンバー全員と、あれマネージャーさんから、あとこう今こうドラマでも共演してた方々とかからもたくさんメッセージをいただいてですね、すごく幸せな思いのまま、眠りについて幸せな思いのまま朝起きました。あと一部のファンからちょっと八木さんビビリなんじゃないかっていう話もあるんですけど、ビビリうるさいと伝えといてください。写真集の撮影中になんかビビっちゃったようなカットとか、ビビっちゃったことといえば実はあるんですけど、犬ぞりをしたときにハスキーたちにわーって惹かれていたんですけど、その乗ってるときにこう自分が体感して思ったことなんですけど、やっぱ雪の上だし滑るし意外に速かったんですよ。だから僕も立ちっぱでこのままでも余裕かなと思ったんですけど、意外にちょっと怖かったんで、ちゃんと膝のクッションを使おうと思って曲げて、もう絶対にバランスが崩れない体勢で乗ってました。はい、26歳に、なれたということで、本当に何だろう、皆さんがいてくださるからこそ今の自分自身があると思いますし、今回このコンタクトってタイトルをつけたのも、これは僕自身が初めてこう人生でカラコンをつけたその瞬間がこの撮影だったっていうのもあって、あともう一つ意味合いというか理由があるんですけど、僕自身さまざまな人とコンタクト、こういろんな関わりができたからこそ今の自分自身生きていられるなと思うんで、そういったものを大切にしたいなと思ったから、こうダブルミーニングっていうんですか、そういったのも含めて今回このタイトルにしたので、なんか本当人と人とのつながりとか出会いをこれからも大切にしながら、なんだろう、皆さんに好きになってもらえるような魅力的な男に、なっていきたいなと思います。